はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はスーパーサイヤ人3孫悟空使っていこうかなと思います。黄色属性で初めて登場した記念キャラクターというわけで、2018年のクソ初期限定キャラクターとなってるんですけども、この度キャラパネル強化解放されたことによってバカほど強くなりました。はい、早速使っていこうかなと思うんですけども、まあ、限界突破が30なんは許してほしいんですが、黄色属性の攻撃タイプというわけで、想定です。合算値 HP29,794。攻撃合算値6,073とかいう、えぐいですわ。合算値がほぼ初期の2倍っていう、攻撃力に関しては2倍以上なんで、いや、これめっちゃ強なったんじゃないかなと。思いますね。はい。んでもって必殺が敵単体に 530% ダメージで、バリアの場合 200% のキーラーで、黄色の受けるダメージ600軽減というわけで、まぁ、ちょっと技レベル上限解放してないんですけども、まあまあまあかなりなもんですね。んで、HP3000 回復。ゴリゴリにダメージ与えながらダメ減貼って回復するんで、攻撃キャラクターでダメ減&回復っていうキャラクターはおそらくこの悟空が初めてちゃうかなと思いますね。で、友情技スルーしていきまして、特性が、黄色の攻撃 4% アップ。で、敵から攻撃受けた時に 130% で反撃。で、1から4ターン目までの間、生成数2軽減必殺ダメ 30% アップ。というわけで、バフがちょっと弱いんですよね。まあ、その代わり、二次変換ついてるんで、まあ必殺は生みやすいんじゃないかなと。あと1ターン目から4ターン目、まあ4ターン目までの間は結構強いキャラになってるんじゃないかなと思って使っていくんですけども、まあね、実用性はすごいあるんじゃないかなと思う。まあ特性に耐性がないねん。それがめちゃめちゃ惜しい。僕はキャラパネル強化で耐性つくんかなってずっと思ってたんですけども、まあ、つかなかったんで、まあ、使えるダンジョンはすんげー限られてはいるんですけども、まあ、その限られた中ではかなり強い、キャラクターとなってるんじゃないかなと思いますね。まあ、使っていくんですが、はいと、スーパーカメハメハというわけで、あ、ちょっとね、演出がしょぼすぎるんですけども、まあ、いかほどダメージというわけで、どんだけ出るやろ。まだちょっと見てないんですけども、はい、いかほど。おー、7万 1000?そうですか。必殺1個あり7万1000出して3000回復2ターン600軽減。で、1万3000の反撃。ほー。強えな。これめっちゃ強いわ。技レベル上限解放すんのワンチャンありやな。これ技レベル上限解放したら、またさらにダメ減の値値伸びて、固定ダメージが入るんですよ。1万3000。だから、この固定ダメージ1万3000入ったら、まあ8万4000ぐらいかな。ダメージ入るというわけで。これで、こんだけダメージ与えながら回復とダメ減貼るんで、めっちゃ強いな。バカ強なったな。まあ今、その制約の1から4ターン目までの間となってますんで、結構火力が出るっていうのが本音なんですよ。まあ言うたら、ここがブースト値なんで、まあ本来の火力は5ターン目以降ちゃうかなと。あんまね、1から4ターン目までで勝負決まることあんまないし、団結でもね、4ターン目までで勝負決まることは最近ないんで、だから言うてここの辺の値は言うて異常ちゃうかなと思う。正規の火力ではあんまないかなと思うんで、まあちょっと時間経つの待っていこうかなと思うんですけども、オーラ追加されてほしいよね。まあ、結構コメント欄でも見んねんけど、初期限定のオーラ追加。なんかね、昔、シャンクスにオーラついたりとか、ちょっとした初期限定の救済はあったんですけども、なんかパタリとなくなってしまったんで、ちょっとそろそろ初期限定オーラ復活してほしいなと思うんですけども、はい、5ターン目になったんで、こっから悟空のバフ、そして生成数軽減も何もかもが消えました。こっからどうなるかですね。いかほどというわけで、これが、基準の火力じゃないかなと思うんですけども、はい、いかほど。あ、それでも5万超えるか。5万6000、3000回復、2ターン、600ダメ減持ち。いや、強いわ。僕は言うて、このバフが取れたらクソ雑魚かなって思ってたんです。だって、キャラパネル強化解放シーヒンかったら、これ、バフ取れたら3万ちょっとなんで、さすがにかなと思ったけど、やっぱり、
攻撃6000超えは伊達ちゃうな。めっちゃ強えわ。うん。まあね、あの特性に耐性がないんで、まあそこをどう取るかですね。このクソ火力。ただ火力出ることはもうそうなんで、いやそうですか。なんかちょっとギミックが緩いダンジョンではめっちゃ使えるな。で反撃は永続となってますんで、まあワンチャンね、毎ターンのように反撃が出せるみたいな、結構最近全体持ちのダンジョン多いんで、だからそこでダメゲン張りながらがっちり味方守りながら、自分は反撃でダメージ与えてるみたいな、かなりこの必殺との兼ね合いが合ってるんじゃないかなと思いますね。まあただ今回の、限定キャラパネル組の中では一番弱いかなと思うね。うん、やっぱり特性に耐性がないんで使うところが全く少ないってのが、まあ、かなり残念なところでは。あ、死んだ。